日曜日の22時台はお待ちかね森田さんコーナーですね、今日はですねデータから見る地球の世界、あ、気象の世界ですね地球天気予報と笑っちゃった。土曜日は地球天気予報、今日はデータから見る気象の世界です。それでは森田さんとお話をしていきましょう。森田さんよろしくお願いいたします。お願いします。さて今日はどんなデータから見ていくでしょうか。はい、小牧さんへの質問から始めたいと思うんですけども、サポーターの皆さんに、お尋ねしたところこんな情報が出たんですけども、はいはい、小牧さんの選択に関する、はい、ご意見ご希望なるほど、ないしは不平不満いろいろ、はい、あるかと思うんですけども、どうでしょうか。こちらはですね、洗濯物は外干し派、はい、部屋干し派というアンケート結果となっております。そうですね、4択で、はい、出したところこの結果が出たということなんですけどもね。そうですね、私も外干し派です。はい、はい、外干し派、割と外干し、あ、でも冬は部屋干しもあるんですね。でも外干しすることがある 77% に入ります。なるほど、はい、ということはやっぱり外の天気が洗濯を干す時のポイントということですよね、はい、そうですね、お天気気になりますね、はい、もう梅雨時いつ外を干すんだみたいなねことがありますからね。そうなんですよ、浴室乾燥機だったり、はい、まあ、コインランドリーだったりね、混み合う時期ですけれども、はい、なかなか難しいです。ありますね、はいはい、でもう一つこちらです、はい、いつ洗濯物、いつ干すか、いつ、から1日の中でということですよね。選択肢は日中というのと夜間というのと、夜間から翌日の間の日中とかですね、はい、まあ、いくつかの時間帯、1日をこう切って、はい、皆さんに聞いてるんですね。私は、まあ、お休みの日の日中を使ったりですとか、はい、多いですかね。ポイントはですね、はい、洗濯するときにやっぱ外に干す、それから、まあ、日差しに当てたいっていう人もいれば、はい、まあ、いいと、日差しはと、夜でもできるときにやるんだ夜干しなんだとか、夜干し派の方 22% いらっしゃいますけれども、はい、まあ、大半の方は日中のこう日差しを使ったり、はい、暑さをはいね、活用したりという結果になりましたね。できる方はもうね、そういう、はい、まあ、ご希望があるんだというふうにも読み取れますけれどもね、はい、でそうした時に、まあ、梅雨時って結構困るじゃないですか。そうなんですよね、なので洗濯情報っていうのが、はい、つい2年前かなんかから新になってるんですよ、はい、新洗濯情報サービスという形が出てくるんですけども、はい、なんで新かということでですね、簡単に、はい、洗濯情報ざっくり歴史館って書いたんですけども、はい、うん、あら、こんなにも長い歴史があるんですね。もう40年前なんですね。そうなんですか、はい、1980年代に洗濯指数ってのは出てきてるんですけども、はい、かなり前じゃないですか。これってこの時代っていうのは、はい、時代背景としてはテレビとかラジオとかで、独自の天気予報言えなかったんですね。はい、気象業務法っていうのがあって、気象庁が、まあ、雨と言ったら雨と言わなければいけない、はい、一つの予報しかなかったわけですね。そういうことですね、うん、なのでウェザーニューズは洗濯指数はでも80ですよと、はい、外出せますよというこのものを出してたと。なるほど、独自の切り口であくまで洗濯指数であり、はい、天気予報ではありませんよ。天気予報ではないと晴れ曇り雨じゃないと、はい、はい、まあ、でも、ね、そこでお天気のこう流れ、傾向分かりますもんねっていう、見ていただける方とのですね、あくまで選択指数ですと、まあ、はい、コミュニケーション的な情報伝達、ね、うん、なんですけども、90年代になって気象業務法が変わって独自予報を発表できるようになったと、はい、いうことですね。それと2000年代、はい、コンピューターとネットワークって書いてありますけども、まあ、簡単に言えばスマートフォンで個人の方に直接サービスできるようになってきた、はい、でコンピューターがどんどん進歩して、計算量が大変だよねなんて言ってた時代から全部変わってきた、うん、で20年代になってくるとサポーターの皆さんからの情報っていうのが、はい、どん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 増える一方だったんですけども、はい、まあ、AI なども使うことによってサポーターの皆さんの情報も気象データだよねというふうになってきたということですね、はい、
でそのサポーターからの皆さんから入ってきた気象データなんかも使ったりということで予測技術がどんどん進歩して2020年代最近コマーシャルなんかでやってるナンバーワンの時代になってきたというような、こんな時代背景の中で40年前のお天気指数いつまでもやるんじゃないよっていう社員が現れたというのがこの抜粋って言ってた枠です、うん、なるほど。もっといろんなデータを活用して洗濯情報を届けたいという思いから新洗濯情報が生まれたんですね。そうですね、うん、多少の雨の心配があってもできるだけ外に干したいのよ私っていう、はい、まあ、楽観派とここでは書いてありますけどね一方絶対濡らしたくないんだという慎重派という方もまあ当然いると。でそれぞれ、ね、性格によりますよねだと思うんですけどもね、はい、でじゃあたくさんのそういう要望というかニーズといいますかな、あるんですけども、じゃ洗濯物が乾くまでの時間が分かればいいんじゃないか、それから干した後に急な雨が降ってきた時にちゃんとお知らせする機能がついてればいいんじゃないかというようなことを考えて、まあ新しい洗濯指数、これは今度は洗濯情報ってなるんですけどね、はい、がスタートしたっていうこのニュース記事があります。2022年のですね10月7日の、気象ニュースに乗っかってますので、まあ、読んでいただければいいかと思うんですが、はい、ぜひね、はい、ウェザーニュースで検索していただければと思います。ということで今日はこの、ね、はい、新しい洗濯情報の話をさせていただきたいんですけども、スマートフォンを見ていただきますと、はい、洗濯情報にはこの3つの画面、メインの画面が出てくるんですね、うんうん、で、まあ、なんですけども全部やれる時間がないので、はい、この左側の2つこのお話をさせていただきたいというふうに思っております。はい、こちらは現在地のお洗濯情報に飛んでいただくとですね、はい、1時間ごとのアイコンだったり、はい、気温や湿度、風まで出てくるんですよね。そうですね、はいはい、で、その中でですね特にこの、これですね、はい、お洗濯プランナー、いつ干したらいつ取り込めるかっていうのを計算してくれる、うん、これは画期的ですよねすごいですよね。初めて見た時にびっくりしちゃって、はい、うん、で洗濯物って言っても簡単に言えば乾きやすい、はい、ハンカチなんか、はい、そうなんですよ、すぐ乾く、すぐ乾くのに対してジーンズ、トレーナーどうやったって乾かないっていうのもありますよねそうなんですよね、なんですけども、はい、こういったの洗濯物の種類と、これ種類って言っていいんですかね、はい、によって、この時間を計算時間がちゃんと最適化されて出てくるっていうものです、はい、デフォルトではいわゆるワイシャツですね、はい、ワイシャツのようなものがデフォルトで設定されてるんですけども、これじゃあどうやってやってるんですかと、うん、なんかうさんくさいそんなことはないですけれども、やっぱりどういった仕組みになってるのかっていうのは、はい、っていうことですよね。そうなりますね、はい、でですね、はい、ちゃんとロジックがあるんですけども、うん、洗濯物が乾くって言った時の、まあ、乾くためには3つぐらいのパワーが必要なんですね、はい、まあ、要するにこれ1、水蒸気濃度って書いてありますけども簡単に言えば湿度ですよね、うん、で風あるなし随分違うんですね、はい、であと太陽、昼間干ししたいっていう人は多分これに当てたいんですよね、はいはい、なんですがこう2番と3番ちょっとややこしくなるので時間に収まらないので、はい、この湿度、はい、まずは水蒸気の話、はい、水蒸気の話をさせていただきたいということになります、はい、で新しいロジックを、まあ、某社員大塚さんがですね、中心にこう作っていったわけなんですけども、はい、基本は2つです。外干しに影響する気象条件、これは今までの気象条件ですよね、うん、これで今までは洗濯指数なんてのを計算したんですけども、はい、ここが新しいんですね。周辺の空気環境による乾燥速度、はい、これは衣類のこれはワイシャツを、洗濯して干すっていった時にワイシャツがどのぐらい早く乾燥して、はい、くれますかっていうのをこう乾燥速度っていう風な表し方をしてます、はい、でここからだんだんですね深
深いディープな世界に難しくなってきますか、入っていくんですけど、はい、まあ乾くっていった時に、まあ、早い遅いってありますよね。ありますね。それって、はい、ちゃんと分かるんですか、諸条件で、気象条件でっていうことですけどね。はい、はい、なかなか数値化するのって難しくないですか、ですよね。と、はい、昔気象の勉強なんかしてた人たちは、私なんかもそうなんですけど、はい、どうやってやるんだろうと思ってたんですけど、意外と世の中の工学系の人たちっていうのは、物が乾くっていうものに関してですね、はい、式作ってたんですね、すでに。数式があるんですか。はい、あります。へえ、見たかったらお出ししますけど、頭が痛くなりますんで。ちょっと理解はできなさそうですそこちょっと端折りますけども、はい、ただこの乾燥速度っていうのを表すっていうことができますっていうことです。はい、うんうん、でこのあたりは水式をほとんど端折ったんですけども、それでもめんどくさいですよねそうですね、ちょっと ご説明いただいてもいいですか。はい、でですね、はい、一番簡単に言うと、小学校の教室かなんかに環球、湿球、温度計ってありました。はい、ありましたよね。ありましたね。あれです、まずあれを頭にイメージしていただいてですね、洗濯物が濡れてるっていうのは、ガーゼで濡れている湿球温度計、はい、あれ見ればわかる。これがこのことです。はい、はい、で、環球もう一個の方ですね、はい、普通の温度ですよね、ありますよね、はい、っていうのがあって、でこの2つで水蒸気の、状況っていうのを知ることができる、はい、うん、含まれている、はい、蒸気の水蒸気の量ですね、はい、環球式温度計でいく と、ガーゼがどんどん乾いていくわけですけども、はい、どこまでも乾くわけじゃないですね。その周りの空気に含まれる分だけ含んだら、それ以上乾かないと止まりますね、はいはい、ということは、その差が速度ですっていう、これは式になります。かなり端折ったんで、はい、工学の先生は怒るかもしれませんけども、基本的にはもう環球温度計と湿球温度計の差、はい、これが乾燥速度の大元だと思っていただければいいですと。はい、いやここまででも私ついていくので必死でございますよ。いや、まあこういうことを、はい、こちらの絵は示してるんですね。ここの水って書いてあるところ、ここがシャツだと思っていただければ、濡れたシャツですね。はい、でここの上の方がそのシャツを外に干した時の外気、うん、はい、そうするとこのシャツ、これが水ってなってますけど、ここからどん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 、どんどん空気中にね、はい、はい、ててそれを水蒸気って言ってるんですね。うん、まあ湿度と言ったり水蒸気と言ったり、いろいろと面倒くさい言葉を使ってますけども、はい、まあ、要するに水気ですよね。水気が飛んでいきますと、はい、拡散しますっていう言葉になってますけども、それってこの水、飽和水蒸気と空気中の水蒸気の差、うん、ですね、これが速度という形で表すことができますよということを、まあ、もうすでに考えてた方がおられるということになります。なるほど、まあ、ここはいいです、はい、もうこの教室のこれでこうだと思っていただければ、はい、結構でございます。まあ、そうですね、やっぱり湿度が高い日っていうのは洗濯物も乾きにくいですし、はい、乾燥している日は乾きやすいなっていうのをこう数式でね、おっしゃる通りでございます。表してまさにそれがこれです、ですね、はい、はい、グラフが出てきましたけれども、はい、で乾燥速度っていうのを今度はちょっと言い換えてみますと、うん、はい、でこのグラフが答えなんですが、その前に右下のものを見ていただくと、ここに底の面積が1平方メートルで、作ったバケツというかたらいというかがあって、はい、ここに水入れときました。最初点線のところまでありましたと、はい、蒸発しますよねと。そうするとこれ水位が下がりますよね、はい、1時間で1ミリ下がったっていうのがここの値になります。これがもし 0.5 ミリしか下がらなかったらここになりますっていう風なものです、はい、これが乾燥速度って書いてあるやつですね。なるほど、横軸は気温ですね。あ、温度ですね、はい、はい、
で、これで見たときにそれぞれこいつは今度は色がついてますけど湿度なんですけども、はい、湿度が0、これ川すごく乾燥してる、湿度が100、めちゃくちゃ湿ってる、で色ごとに計算をするとこんなグラフになりましたっていうことです。はい、例えば30度で、はい、空気がね、例えば 20-30% ですと、はい、乾燥速度早いですね。あ、もう理解してるわけですね。あ、そういうことじゃないですか。いや、その通りです、ね、傾きがこう急になっていくと、僕下からやらなきゃいけないから思ってたんですけども、ここに一応書いてあるんですけどね、はい、お願いします。気温5度、ここ、はい、5度で、うん、湿度が 40% の時ってこれですよね、はい、とこの線で乾いていきますと、はい、冬を表してますね。冬ですね、はい、夏って30度ですよねと、その時に同じっていうのはこの色の線ですよねと、はい、ということで見ると湿度が 70-80% ぐらいですよね、うん、ということは、冬 40% 乾いてるねと、はい、乾きそうなんだけどそれって30度夏の時の、うん、80% に相当してますよ、うん、だから冬は湿度が低くっても乾きにくいんですよねと、はい、いうことになります、うん、で一方今小牧さんがもうね、読み解いたように下の方ってこう直線ですけど、はい、上の方って曲線ですよね。すごくね、傾きが、ね、全然違ってる、うん、ということで、同じ例えば20度の状況から30度まで上がるっていうことの時で見ていくとこの線ってぐーっと下がっていくんですよね、はい、この、乾燥速度の線っていうのが上がっていくと、うん、この上がり方がどんどん大きくなってくる、つまり、気温が高い時っていうのは、高くなればなるほど湿度が低い時に乾きやすくなっていくという状態を示しているっていう、はい、ことになります。なるほど、まあ、こうやってグラフで見ると、はい、なかなかね一見難しいんですけれども、それを分かりやすく落とし込んで新選択情報になったんですか、はい、なってます。私の説明は結構端折ってるので6割7割は当たってます、はい、はい、8割9割当たってると思わないでいただきたいですけどもまあざっくりね教えてください。ざっくりです、あくまでも、はいはい、ここはちょっと飛ばしましょうかね、はい、で先ほどの、うん、計算式で乾燥速度っていうのを出していくと、これが乾燥速度なんですけどね、乾燥までの時間っていうのがあって、はい、それがいろいろなものによって、当然この、ジーンズやなんかっていうのは5時間干しても乾くかどうかみたいな形になってくるんですが、うん、はい、それぞれ、いろいろ実験をやってみるとグルーピングができるということが分かってきましたっていうのが、はい、実際に実験をされたということで、すごいですね、温泉タオルとフェイスタオルをちゃんと分けてこれはですね、いるっていうのが昔の人がすごく具体的でいいなって思います。昔の人がですね、はい、やってたんですけども、はい、おじさんたちがやってたもんですから、はい、温泉タオルでやったんですよ薄くてね、そうです、乾きやすいんですよね、おじさん2人がですね、洗濯もしたことがない、みんな使いますよ、温泉タオル、はい、だけどこれ全国共通だろうなんていうふうに思ってですね、はい、これ全国共通の基準ができるよねっていう、はいはい、ことをやったのと、扱いが安かったと、あんまり洗濯しない人間だったもんですから、まあ、やったんですね、はいはい、いや重要ですよね、温泉の、ね、お名前書いてる、ね、それをこの新しい優秀な大塚さんがですね使わねえだろうということでフェイスタオルに変えたんですねどちらも使いますでも重要な、はい、まあ、情報ですね。ちょっとこう厚手のフェイスタオルっていうのもありますからね、まあ、そうですね、はい、でこのフェイスタオルとかワイシャツとかっていうのが同じグループに入るんですが、はい、これは何百枚もやっていって、はい、これがここの時間が結構こっち行ったりこっち行ったり結構してたんですね。なるほど、はい、で絞り方、まあ含まれている水の量だったりとか、はい、乾かし方とかっていろいろあって、ここ結構動いていたのですが、はい、だいたい何回も何回もやってくるとある程度のこのまとまりの時間、1時間ちょっとみたいなのが出てきたので、これをベースに計算をしていますっていうのが
あの先ほどのものなんですね、はい、実際に人の手でこう実験を繰り返して。そうです、はい、あの乾燥速度の検証と実験と改善って書いてあるんですけども、はい、で今皆さんがスマートフォンで見れるのはこれなんですけども、はい、この下にアラームのフィードバックってあるんですね、はい、そこを見るとどうでもいいなこと書いてあるんですね。なんかフィードバックがですね、フィードバックできないじゃないかということがあってですね、これをですね、この皆さんがこの番組を見て小牧さんが取りまとめていただいてフィードバックできるような状況になったら、そうですね、開発者の方にちょっとそれをやってニーズとして出そうかなと思ってるっていうのが今日のまとめなんですけど、はあ、今コメントでフィードバックなんてあったんだって声をいただきまして、まあ、こんなところに、ね、ありますからね、実際のアプリの映像見ましょうか、はい、はい、こちらでお洗濯アラームの右下ですね、アラームへのフィードバックというところをしていきますと、はい、ご意見お待ちしております。これ洗濯アラームを配信した方を対象にですね、そうなんです、はい、乾き具合だったり、はい、風通し、日当たりなど詳細にご意見伺っているという形なんですけれども、はい、例えばですよ、はい、例えばこのページの中にこうお洗濯プランナーってあるじゃないですか、うん、で私たちこう洗濯物の、ね、種類を選んで、はいはい、あ、何時に乾くかなと、実際にじゃあ干し始めました、スタートポチ、はい、実際に取り込めそうな状態まで乾きました、うん、ポチって押せるボタンがあったらフィードバック簡単じゃないですか。なるほど、あれ、まずそうですよね、皆さんどうですかね、このあたりですね、とにかくあの参加していただいた方にですね、はい、がですね、ご意見打ってどうのこうのってやってたらですね、それは時間取ってしまいますからできるだけ簡単に今小牧さんが言ったような形、それだったらやってもいいぞ、フィードバックしてもいいぞっていう、方がいら、はい、たくさんいらっしゃればね、どうですかね、皆さんいいぞっていう方はいらっしゃいますか。私だったらこうボタンで簡単に押せるフィードバックの方がね、うん、選択ボタンより簡単に参加できるかなと思います、ね、あると助かる。いや、もうそもそもこのお選択プラン内に助けられているんですけれどもさらにね、うん、一緒に精度を向上させていきたいとなったらこうサポーターの皆さんのお力も必要ですからね、はい、そうですね、はい、先ほどの図なんですけども、はい、ですね、確か500枚ぐらいをやってるんですね。ほう、はい、で個人開発者個人がですね500枚も選択をしてですね、はい、やった、一人の人間はものすごく、膨大な量をやったんですけども、はい、今全国の皆さんに使っていただいてるということになると、はい、ちょっと足りなすぎるんですよね、はい、となるとね、全国の皆さんのデータもね、うん、はいはい、今関東のデータになってるわけですね、うん、北海道はどうしたと九州はどうしたっていうふうなことを言われた時に、はい、関東で実験はちゃんとやってますっていう返答はできるのでですけどもね、はい、全エリアに対応してともなるとね、うん、今乾いた乾かないの二択でボタンが欲しいですっていうご意見もありました、はい、それもいいですね。そうですね、うん、はい、まあ、そういった、ことをちょっと、はい、皆さんからのご意見を集めさせていただいて、先ほどのですねつまらないコメントが書いてあるここですけども、はい、例えばボタンが押せるようになってるっていう風になれば、そのボタンをで集めさせてもらって、はい、そうするとこちらの、情報が、まあ、これ全国1個なんですけどもね、北海道仕様とか、北日本仕様、地域別になってきたりですとか、北日本仕様、西日本仕様、まあ、これ東日本では多分通用すると思うんですけどもね、はいはい、これもし実現したら、はい、まさにみんなで作るお洗濯情報になりません、はい、だと思うんですけどもね。そうですよね、はい、まあ、ここもそれを期待してこうね、はい、作ってあるんですけどもねぜひね、はい、フィードバックについての皆さんフィードバックもありがとうございますこれからもですね、まだまだまだ活用していただきたいと思いますし、お洗濯情報以外にもいろんな指数をですね、はい、ウェザーニュース、皆さんにお届けしておりますので、この梅雨時期もたくさん活用していただければなと思います。はい、今日は新お洗濯情報についてお話伺いました、はい、まあ、このツールにはね、いろんな努力の結晶が背景にあったんだなということを改めて感じましたね、まあ、語り出したらですね、いろいろあるんです。
そういった、ね、背景を伝えてくださって本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。